どうも、浜の YouTuber、宮野です。ずいぶん前からね、リクエストをいただいてたオーダー紹介を、ついにやりたいと思います。もうね、2ヶ月くらいね、時間経っちゃったんですけど、ちょっと遅くなって申し訳ないです。それでは、オーダー紹介していきたいと思います。今回紹介したいね、オーダーは2つありまして、まず1つ目は、ガチオーダーですね。自分が一番強いオーダーの紹介を1つやりたいのと、もう1つは、自チーム、オンリー、自チームだけのオーダーを僕は組んでいて、そちらのね、この2つのオーダーを紹介していきたいなと思います。で、今映ってるこのオーダーは、まあ、育成用のオーダーなんで、まあ、あんまり関係ないです。それでは、紹介していきましょう。はい、まず最初にね、こちら、自チームだけのオーダーです。まあ、ベイスターズオーダーですね。こんな感じで今、頑張ってます。で、この間当たった、石川選手とロペス選手、まだ組んでないんで、ちょっとね、こちら2人、変えていきたいと思います。まず、この A ランクの石川選手を、こっちのね、これに変えましょう。こっちですね。はい。うん、まあこれはね、スピリッツ上がっていけばどんどん強くなっていくと思うんで。で、今度ロペス選手も A ランクから、こっちのね、S に変えていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで、だいぶね、ベイスターズの選手も、S ランクでね、固まってきましたね。かなり強い。打順見てみます？はい、打順。1番センター桑原、2番ショート石井拓郎、3番ファーストロペス、4番レフト都合、5番、なんとね、指名打者村田、6番ライト梶谷、サード、7番サード白崎、8番セカンド竹広さん、9番キャッチャー高城っていうね、こんな打順でございますけど、かなりね、ちょっと夢のオーダーですよね。石井拓郎と村田なんてね、もういないですからね。はい、こんな感じで、まあ、ベイスターズだけのオーダーをね、ひっそりと頑張っていました。で、投手見ていきましょうか。はい、投手もこんな感じで、今ね、FA 宣言するのかしないのかってな、まあ、騒がせている山口選手が、まあ、エースで。で、今永、砂田って感じですね。で、中継ぎがエレラ、久保、長田って感じなんですけど、エレラとね、長田はもう来年多分いないと、多分っていうかもういないんで、うん、ここもね、ちょっと早く変えていきたいなと思います。はい、ということで、自チームオーダーの紹介はこれで終わりにしたいと思います。次、ガチオーダー紹介していきたいと思います。はい、続いて紹介するのがこのガチオーダーなんですけど、まあガチオーダーと言いつつもね、まだ2015年シリーズが、まあサードだったり、ショートだったり、キャッチャーだったり、ってところでまだね、埋まってないんですけど、まあね、だからいつもね、スカウトで、サード、ショート、抑え、中継ぎ、この辺が出たら嬉しいですっていつも言ってるんですけど、まだね、2016年に買われていません。で、キャッチャーはね、この間、島選手から、この間当たった高城選手ね、がいるんで、まあ、これで変えていけばいいんですけど、あとね、サードショートだね、やっぱり。この辺が当たってくれないと、まあ、次のね、まあ、もっと強くはなれないですかね、って感じですかね。うん。打順見ていきましょう。はい、打順。1番センター、江越。2番セカンド、西野。3番ファースト、ゴメス。4番レフト、都合。5番 DH、バレンティン。6番ライト、近藤。7番サード白崎、8番ショート、金子、9番キャッチャー高城って感じですかね。うん、一応ね、ジグザグでは組んでますね。うん、まあ、こんな感じで割とね強打線ですね。この3番4番5番はまあね、僕のオーダーは割と、まあ、3,4,5,6 って感じでね、まあ、パワーバッターが多い感じですかね。うん、こんなオーダーです。で、ピッチャー見ていきましょうか。はい、投手なんですけど、先発、大野、菅野、石川っていうね、最強の3人ですね。まあ、小川を先発にしてもいいんですけど、今ちょっと中継ぎは足りてないんで、まあ、小川を中継ぎに回してるんですけど、まあ、かなり先発王国な、まあ、オーダーっていうか、まあ、先発だけは自信を持てるね、オーダーなんですよ。はい、大野選手、菅野。で、石川ですね。で、中継ぎ行きましょう。中継ぎ。徳山。で、日本シリーズにも出た谷本。で、中継ぎに回ってる小川って感じですかね。で、まあ、まだね、抑えがね、エレラなんで、まあ、この辺は2016年当てられたら嬉しいんですけど、なかなか当たんないんですよね。うん。で、中継ぎもね、1人足りてないんで、早く欲しいんですよ。まあ、こんな感じで、先発はね、充実してる、オーダーになってます。はい、ということで、前々からね、オーダー紹介してくださいという、リクエストをいただいたので、今回オーダー紹介させていただきました。プロ野球もね、日本シリーズまでシリーズ終わってしまったんで、まあ、ちょうどいい機会だなと思ったんでね、やらせていただいたんですけど、まあまたね、
なんかきっかけがあって、まあ、オーダー紹介してくださいとかリクエストあったら、またねやらせていただこうかなと思います。で早くねオーダー全部2016シリーズにしていきたいですね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピエースの動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。